さあ始まりました。今回は久留米市の宮の陣駅からスタートしていきたいと思います。うどん情報を求めて歩き続け、気がつけばおよそ4キロを移動。ちょっとまだ決まってないんですよ。実はまだ行く場所がどこかおすすめとかあります？宇野和田一帯ゆうすけ、はい、おゆうすけさん、ゆうすけさんでも行ったことあるけど、あ、そうですね。でもまだあの2回目はまだ行ってなくて、よく行くんですか？なんかその感じ、あ、結構行きます。11結構行ってますね。へえ、あ、麺が美味しい。あ、麺がお気に入りなんですね。その中でも、もう皆さんの中ではもうゆうすけがもうしょっちゅう行く、お昼休憩中のうどんと一押し、ゆうすけうどんに決定です。お店までは歩いて向かいます。前回ね、取材に行った時はもう一番人気のごぼう天を食べたんですけど、今日は何うどんがいいですかね。ちょっと待って、あら、ちょっと足まってる。うわ、嘘、臨時休業か。うわ、ついてない。いや、もうちょっともうお腹ペコペコで、もう食べるつもりでいたから、いや、もうどうしようもないですね。1時半ですよ。ちょっと早いとこ次を決めてアタックしないと。こんにちはこんにちは、うどんマップの岡澤です。あ、はい、本物です。あ、本物です一応本物。あ、よかったら こちらに、はい、いつもご覧いただいてるんですか？はい、あ、嬉しい、ありがとうございます。 YouTube も見てます。あ、本当ですか？す YouTube の方のうどんマップも見逃し配信で、はい、ありがとうございます、嬉しい。いや、ちょっと今まだちょっとお店が決まってなくてですね。よかったらちょっと本当にやってるんですね。はい驚きですか？めちゃめちゃびっくりしました。姿勢さんと呼ばれた。姿勢さん、はは、は、多分できたばっかりじゃないかなと。はは、は、そうなんですね。あ、え、どうでした、うどんは？めちゃめちゃやっぱ美味しいです、ね、美味しいですか？あっさりしてる。あっさりしてる感じ。割とじゃあ好みなタイプってことですか？です何うどんにしたんですか、その時は？肉ごぼう天うどんにしました。肉ごぼう、あ、ちょっとベタですけど。いや、王道ですね、いいですね今までうどんマップで行ったことがないお店ですからねちょっと気になりますね本物に驚きを隠せないうどん人一押し、姿勢に決定です。臨時休業に見舞われるもすぐさま情報をゲット。さらにお店も歩いて10分ほどのところという嬉しい展開。 ありましたね、あそこですね、姿勢。確かに見たところ、なんかちょっとこう新しめな感じはありますね。絶対 OK もらってきます。しゃあ、テレビ西日本のあのうどんマップっていうコーナーなんですけども、店長さんとかっていらっしゃいますか？別の店舗に。あ、そうなんですよ、別の店舗。あ、はい、取材 OK いただきました、よかったです、ありがとうございます。失礼します、ごめんください。こんにちは、よろしくお願いします。店内がこちらですね。もうめちゃくちゃ新しいこの感じが素敵でございますよ。すいません、今日はどうぞ。あ、じゃあちょっとよかったらこちらに。オーナーさん、店長さん、別の店舗にいるっておっしゃったんですけど、はい、またこう別の店舗があるわけですか？そう、千住の方にもう1店舗ございます。ほうほうほう、なんていうの？メイセン、ひらがなにメイン。あー、メイセンさん、はい、取材行かせていただきました、はい、ありがとうございます。はぁ、あ、はぁはぁ、そこと、まあちょっと姉妹店的な感じになるってことですよね。そうですね、はい、また全然場所違いますけど、久留米となんかゆかりがあったんですかね？久留米という土地で一花探したいという思いがあってなるほどですね、はい、ちょっと早速メニュー見させてもらっていいですか？はい、わー、結構メニューもすごい、あったかいの釜揚げとかぶっかけ系もあるっていう、幅広いですもんね。
なんか人気のものとか、最近おすすめのやつとかありますか？人気、男性がやっぱ一番人気なのが、ロースカツ丼セット。おお。これカツ丼にすごい自信がありまして。なるほど。にミニうどんもしっかりついてくるという感じですね。がっつり食べられたい方。うわぁ、ちょっともうお腹ペコペコなんですよ。なんでぜひじゃあこのロースカツ丼とミニうどんセットでお願いしてもいいですか？はい。おお。うん。一昨年の12月にオープンしたうどん四星。麺、だしへのこだわりはもちろん、器に有田焼を使用するなど、うどんの美味しさをとことん追求。さらにうどん大盛り無料という太っ腹なお店です。よし、ありがとうございます。これは出てきた時のもう迫力がすごいですね。ロースカツ丼でございます。いやーすごい、もうこのもう卵このトロトロ具合とすごいですね。いやー美味しそう。あとミニうどんって聞いてましたけど、うどんもなんか通常サイズぐらいなんかサイズ感ですね、これね。そうですね、ボリュームも、ね、はい、もういい香りが。最初はうどんからいかせていただきます。これスープ、あっさり系のこのお出汁でしょうか。うわ、もうスープがめちゃくちゃ綺麗ですもんね。うわ、美味しい美味しい。本当深みがありながらもあっさりとしたすっきりのスープになってますね。めちゃくちゃ美味しい。さっとね、これね。うわ、綺麗。しっかりとこのコシもあって、なんか小麦の味っていうか、少しこうほんのり甘さも感じますもんね。めちゃくちゃ美味しい。いや、ちょっとうどんと一緒にやっぱカツ丼ですよね、やっぱこれ合う。いやすごい、持った時の重量感が半端ない。もうカツが本当サクサクですね。結構この分厚さあってジューシーなこのカツ、めちゃくちゃ美味しいです。タレ自体も結構こうあっさりめと言いますか、そこまで味が濃くなく、さっぱりとこういただける感じですよね。はい、男性の方は結構頼まれる、単品でも頼まれる方も。はあ、特に男性人気はじゃあ、はい、ナンバーワンぐらいの勢いですか。 うわすごいですね。そしてお店のおすすめをもう一品。こだわりの出汁に味噌だれを合わせた甘みのあるスープが癖になるもつうどん味噌。こちらもぜひご賞味ください。あー完食しました。美味しかったです。ごちそうさまです。ありました。ちょっとかき混ぜていただいて、少しはい、かき混ぜてもらって、はい、はい、お願いします。どうぞ。ポッ、さあ次に行くのはどこだ。大川市でございます。比較的まあ近場ではありますね。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃいいところを引いてくださったと思います。はい、ありがとうございます。早速大川市内へ移動開始。ルートは様々ですが、ひとまずバスで西鉄久留米駅へと向かい、大川市にほど近い大木町の八丁牟田駅へ。さあ、大木町の八丁牟田駅に到着しました。ここから、大川市はですね、バスで移動なんですけど、おそらく歩いた方が早く大川市に行けるみたいなんですよね。ということで、できるだけ早く聞き込みを始めるため、バスではなく徒歩で一足早く大川市入りを目指す作戦。およそ 1.8 キロの直線ルートを歩きます。あれじゃないですか、なんか あれですよね。よし、バスより早い、バスよりも早いですね。来た、すごい、やっぱこういうのがちゃんと立ってるんですね。ようこそインテリアの街大川へ、ね、ウェルカムトゥ大川。おー、ちょうどこれに乗りたかった。
一緒か。これ乗っとけばよかった。なんだよ、同じ、本当に同じタイミングに着いた。うわぁ、ってことは普通にあれに乗っておけばこんなに歩かずに済んだってことですね。くそ、何だったんだ。そして時刻は午後6時を回り、日も暮れていることもありなかなか人と出会えず、空いているお店で聞き込みを行いつつ中心地へ移動。こんばんは。こんばんは、すいません、あの TNC の、 あのうどんマップっていうコーナーでですね。あー、知ってる。あの1メートル80ぐらいあったやろ。あー、はい、あります。あ、すごい身長まで。わー、今こう言ってるとこの間くるみ竹行ったろ。あー、行きました。私くるみ竹が好きで。そうなんです ね、そうか、竹はね。あー、無理やない、今日は大川無理やない。あそこの庄屋が誰か知ってるかもしれない、近かったら。庄屋もね、鍋焼きうどんあるよ。鍋焼きうどん、鍋焼きうどん、おそこ焼き鳥屋さんばってんで、ね、焼き鳥屋やんけんね。焼き鳥屋さん、おー、待ってね、鍋焼きうどんあるよ。あ、そうなんですか。そうよ、庄屋はね、ここら辺でも有名っていうか、美味しいところで、ね、有名だよね。珍しいですね、焼き鳥で、ってことは、まあもうこの時間も当てるよ、当てるよ、やってますよ。へぇ、食べたことありますか。あるある、食べたことある。わー、まさか大川で来てると思わんやったね。焼き鳥屋さんか。散歩中のうどん人一押し、庄屋に決定です。そしてなんとうどん人がお店の常連ということで案内してくださることに。わー、はいはい、これ、いや、もうだって お二人のおすすめだったらちょっと行きたいですね。ちょっとこのまま一緒に頑張って取材交渉していきます。あ、こんにちは。あ、こんばんは。よろしく。待って、またね。わかりました。1m85 ぐらいやろ。そんぐらいです、はい。また頑張って。ありがとうございます。はい、大丈夫ねな。すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで取材 OK をいただきました。よかったです。創業から50年の串焼き居酒屋味の庄屋、一本一本手刺しし丁寧に焼き上げた串焼きを求め、大川市だけでなく市外からもお客さんが訪れるほどの人気店です。とりあえず、すいません、串焼き、おはようございます。来ました。おすすめ6本ですね。焼き鳥屋さんということでせっかくなので大将おすすめの串焼きをうどんの前にいただくことに。鳥皮行かせてもらっていいですか。串の中では僕一番鳥皮が好きで。うわ、めちゃくちゃ美味しい。カリカリでもうほんと中はもう柔らかくもちっとしたこの食感、甘めのタレでなんかこう癖になっちゃうんですよね、これが。そして牛の横隔膜、いわゆるハラミもいただきます。噛む力いらないぐらいのもうほんととろける食感、めちゃくちゃ美味しい。絶品の串焼きを堪能したところで、こちらが唯一のうどんメニュー、鍋焼きうどんです。かまぼこと卵でしょ、あとちょっと鶏肉も入ってるっぽいんですよね。しめじが入ってて、あとこれほうれん草かな。うわー、いいですね、溶けてる溶けてる。だいぶ具材もいい感じになってます。おー、おいしい。優しいスープですね、ほんと。具材のうまみと鶏肉のちょっとこう甘さも出てておいしい。麺はもう本当に柔らかい、もうもっちもちの麺なんですよね。だしももうギュッとこう吸ってて、締めに食べたくなる、もうマストで食べたくなりますね、これは。これ見ていきます。やっぱりさすが焼き鳥のお店ってことだけあって、もう鶏の旨味は半端ないです。さらに卵もとろーり半熟加減がたまりません。唯一のうどんメニューの鍋焼きうどんですよ。
これのなんか一番の こだわりポイントってどこですか。だしですね。だし。ご飯メニューで一番人気は雑炊と同じだしで作ってます、ね。お酒の後に食べれる。いやもう本当にもう締めに絶対食べたいっていう鍋焼きうどんでした。完食しました。この絶品焼き鳥はもちろん、もう本当に体の芯まで温めてくれる鍋焼きうどんも最高でございました。ごちそうさまです。いいですか、お願いします。はい、はい、さあさあ来ました。次はどこに行くの。でででで広川町でございます。じゃあ次は私は広川町で、うどんと探しをしたいと思います。